坂見神社は、愛知県一宮市にある神社である。式内社で、旧社格は豪社。山和姫命が滞在した、中島宮の跡とされ、元伊勢の一つとなっている。天照皇王美香のほか、酒造の神で、酒不幸の祖である、酒渡る豆拝神、酒渡る豆女神を祀る。本殿の裏に、和姫社があり、山和姫命が祀られている。 アマテラス大臣のお魂を祀る地を求めて旅をしていた大和姫命の地は水人天皇十四年、美濃国伊久吉賀宮から尾張の神戸であった当地しばらく滞在し、身体を宮山に祀った。その後、地元の人々によって社殿が作られたのが当社の始まりであると伝える。社殿によれば、その時の社殿はすべて丸い柱で作られ、草吹きの屋根で吹き抜けであったという。 最高三年、文徳天皇の直命により、伊勢神宮から大友人寺、小友人寺の二名の首造師がこの地に派遣され、伊勢神宮にお供えする古神舟を作ったと伝えられる。このことから、聖酒の醸造が最初に行われたところと言われている。坂見の社名もこれにちなむものである。社殿は北向きとなっており、伊勢神宮のある南の方向に向かって、拝礼することになる。 また、本殿の裏にある、山和姫社は、壁がない吹き抜け構造の社殿である。黒木、白酒を収めたと言われる大亀が、社殿のそばにあり、社殿の前には酒を作るのに用いたという酒舟石がある。この神社には地元に伝わる珍しい都市伝説が残る。一つ目は、社殿は、北向きいう珍しい建物のため、戦後は、逆検診者とも呼ばれたこと。二つ目は、 住所が伊勢町神戸と伊勢神宮にかなり強い対抗心の高い住所名のため、この神社の神は伊勢に対抗して建てられたという話が残っている。ありがとうございます。